皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布目です。9月20日はヘロの日ということで、今日はそれにちなんで高齢者の方向けの栄養情報をお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。高齢になってくると体に変化が起こってきます。その変化というのが、一つはエネルギー代謝が挙げられるかと思います。高齢になってくるとやっぱり筋肉量が落ちがちです。これは本当に生活環境とかその方のライフワークとかにもよってだいぶ差はあるんですけれども、大半の高齢の方というのは、筋肉量が減少してくる傾向にあります。その筋肉量が減少することによってで基礎代謝というのも低下してきて、エネルギーの消費量っていうのも少なくなってくるというのが、一つ目の大きな変化かなというふうに思います。そして二つ目の変化なんですけれども、タンパク質の代謝になります。筋肉量が減少する傾向にあるんですけれども、筋肉というのはですね、体内のタンパク質を貯蔵しておく場所でもあります。その筋肉量が減ってくるとタンパク質の貯蔵量も減ってきて、それによってタンパク質の代謝も低下するというふうに言われています。よく高齢の方に起こりがちなものとして言われるのが、フレイルという言葉だったり、サルコペニアという言葉があるんですけれども、サルコペニアというのは筋肉量が減少していくことを言います。フレイルというのは筋肉だけではなくって骨とか関節、そういった運動器官が何か障害を持ったりして要介護の状態になること、またはその要介護になる危険性があるような状態、サルコペニアとかフレイルの状態にならないように、どのような取り組みをしていけば防ぐことができるのかという話をしていきたいと思います。まずはですね、ポイント一つ目としては、栄養をしっかりと取ることになります。5大栄養素を3食しっかり食べることで取るというのが重要になってきます。そしてその1回1回の食事の中でぜひ揃えていただきたいのが、主食、主菜、副菜、この3つ、そしてプラスして乳製品と果物も一緒に取れると、5大栄養素がバランスよく取れる献立となりますので、ぜひこの5大栄養素を取れる5つのものを毎食取っていただくということを心がけていただければと思います。2つ目はですね、サルコペニアとかもそうなんですけれども、筋肉量の減少というところでいろんな機能低下とかそういったことが起こってきますので、やはり筋肉量の維持というところがすごく重要になってきます。で、筋肉量を維持するために重要なのはやはりタンパク質だと思います。タンパク質はいろんなものから取れますので、お肉ですとかお魚、卵とか大豆製品なんかからも取れますので、ぜひタンパク質を意識して取っていただくことで筋肉量の維持につながりますので、これを心がけていただきたいと思います。そしてプラス運動ですね。やはり筋肉量の維持というのはタンパク質の摂取だけではなかなか保つことができませんので、プラスで運動、運動といってもですね、ハードなものでなくてもいいと思います。体操とかでもいいですし、とにかく体を動かす習慣というのをつけていただくと良いかと思います。そして3つ目は骨の強度を保つということが重要になってきます。筋肉量とも関係してくるんですけれども、筋肉の量が減ってくるとぐらついてきたりっていう風になりがちなので、そうすると転びやすくなって骨折につながったりですとか、あとは骨密度が落ちてきてしまうとそういったことにもつながりますので、骨の強度を保つということも非常に重要になってきます。やはり骨の強度と言いますと、カルシウムが挙げられると思います。カルシウムは乳製品や骨ごと食べられる小魚なんかにも多く含まれていますので、そういったものを食べるようにしてください。そしてプラスしてビタミン D という栄養素も必要になってきます。ビタミン D はですね、鮭とかお魚の鮭、あとイワシ、干しキクラゲなんかにも多く含まれています。また日光浴をしていただくことでもビタミン D が皮膚の下で作ることができますので、お外にちょっとお散歩に行っていただくとか、そういったことでもいいかと思います。
ですので高齢になってきて筋肉量をしっかり保って元気でいるためにはですね、しっかりと五大栄養素を摂るところ、タンパク質をしっかり摂る、カルシウムも摂る、ビタミン T を摂る、そしてプラスして運動、この5つが非常に重要になってくるかと思います。タンパク質の摂取なんですけれども、もちろんお食事からも摂ることができるんですが、もし食が細くなってきてしまってたくさん食べられないという場合にはですね、プロテインを使っていただくのもいいかと思います。プロテインはですね、日本語にするとタンパク質になりますので、タンパク質を摂取できる栄養補助食品となっております。 B レジェンドはですね、13種類のフレーバーが1食ずつ試せるお試し13種類のセットプラスオリジナルシェーカーがプレゼント用にこういった袋付けたセットも販売しておりますので、ぜひよろしければこの機会にですね、プロテインのプレゼントをしてみてはいかがでしょうか。それでは今日はフレイルやサルコペニアの対策のお話をさせていただきました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。